明日の勤労感謝の日に合わせて JR 大分駅で今日利用客に炭酸栄養ドリンクがプレゼントされました。このイベントは JR 九州大分支社と大塚製薬が働く人に日頃の感謝を伝えるきっかけにしてもらおうと一昨年から実施しているものです。利用客は駅員からメッセージカードのついたオロナミン C を受け取っていました。